Don't worry.
改めまして、おいしくるメロンパンです。お願いします。すいません、そういう意味じゃないです。大丈夫です。今部員も100人超えて、こうやっておいしくるメロンパンみたいなすごいマイナーなバンドでもいっぱい探せば3人は集まったんで、みんなも自分の好きなバンド、ちょっとマイナーなバンドだと楽譜がなかったりちょっと難しかったりするんですけど、それできるのを目標に、なんとか忙しいと思うけど頑張ってみてください。あ、そうだ。で、今日の主役は次からの1年生なんで、次は盛り上がる曲持ってきたんで、ちゃんと盛り上がってください。じゃあ、最後の曲です。よろしくお願いします。